はい、どうも、直樹です。ハロー。2日間渡って、グランメゾン東京のキムタクと鈴木京香さんの髪型解説してきて、今日はですね、ちょっと小麦がぐったりしてますけど、今日はちょっと違うドラマの女優さんのなんですけど、こちら、同期のさくらっていうドラマに出てる高畑充希ちゃんのこの髪型、この髪型の解説なんですけど、まあショートヘアなんですけど、前髪作って、まあここねワンレングスベースで切ってるように見えるんですけど、顔周りがすごい薄くなってますよね。こうパコってこう丸くなってきてるような、こうマッシュで切ってるんですけど。マッシュの切り方もいろいろあるんですけど、オーダーするときはこれね、写真で見るとね、この顎ラインのところとかが少し毛があるような感じになってるんで、だいたいこのぐらいの表情を作るってなると、だいたい前髪作ってここの人間でいうこの耳から前、もみあげの位置からこの高いところのこの前の部分をマッシュっぽく切り込むと、両サイドこういう作りが出てきます。で、一番下の長さはここの頬に当たるか、ちょっと長めで最初残すといいかなと思います。で、それに合わせて後ろは基本的にちょっとワンレングスベースで切ってあげて、こう丸くなってるでしょ、ここくるって丸くなってシュッてこう跳ねてる、ちょっとマッシュウルフみたいな感じ。これはワンレングスベースだったりとかで結構量をすいてここを減らしてこうシュッシュッてこうなるといいと思われがちなんですけど、これはちゃんとレイヤーっていう、ちょっとこう髪の毛を短く切ってここにこう丸さが出るように切ってあげないとダメなので、ちゃんとレイヤーをしっかり入れてくださいっていう風にオーダーしないとこの髪型にはなりません。ただワンレングス切ってちょっと襟足すいていってくださいってなっちゃうと、ここだけなんかイカみたいな感じになっちゃう。なんか上からボンって乗っかって襟足だけなんかヒューヒューヒューってなんか乗ってる、なんかただのイカみたいなスタイルになって、全然このスタイルで全く違くなっちゃうんで、スタイル的にはマッシュウルフでちゃんとレイヤーをしっかり入れる感じで、ウルフのバランスはこの耳から前ぐらいだけちょっとこう丸くウルフにしてくださいっていう風な、マッシュにしてくださいとか、ごめんなさい、マッシュにしてくださいみたいな感じで伝えると伝わりやすいと思います、この髪型は。で、まあ襟足、首よりもちょっと短いよね、もう顎よりもちょっと 2,3 センチぐらい長いような感じなんですけど、まあこれね、首がちょっと長いと似合いやすいかなと思います。まあ女優さんの髪型で結構なんだろう、長い首が長い人が多いから、何でも短いのって似合うんだけど、短くヘアスタイル変えてる人とかって結構マッシュは縦長に見えやすいんで、こう首が短すぎちゃうとあんまりここのバランスがあんまり良くないから、ちょっと長めに残すか、その首とのバランスを見てもらって美容師さんの美容師さんに頼んでもらうといいと思います。カラーリングは基本的にはこれ写真見る限りまあベージュっぽい感じなんですけど、まあ自分に似合う色があればそれでもいいと思います。基本的に暖色系っぽいのでも似合うと思うかな、結構赤み系とかでも似合うし、その人に合ったご自身に合ったものを選んでもらうとまあいいと思います。まあメッシュっぽいのは入ってないからシンプルに一色で染めれば全然問題ないと思います。8トーンぐらいかな、9トーンとか、あんまり明るすぎず自然な感じのちょっと明るいかなっていうぐらいの明るさなので、まあ本当にここのポイントとしては本当にもう前髪作って、でマッシュのバランスは本当にこの耳から前とかこのぐらいだけちょっと軽くマッシュっぽく作ってもらって、それに合わせてワンレングスベースで切った後にしっかりレイヤーを入れて作ってくださいっていう、吸いで作ってくださいって言っちゃうとダメです。これは吸かないでもちゃんと切って軽さを出して切ればこのようになります、絶対になります。このスタイルの場合は本当に収まりがいいと思うんで、バーって乾かしただけでももう本当にスタイルになるような感じの髪型だと思います。まあ、結構人気出るんじゃないかな。これだと結構やりやすいし、長さもある程度あるから、ここの下の長さがあんまりこう
なんだろう、拒否感のある髪型ではないと思うんで、ちょっと独特だけどね。でもこれはすごいいいヘアスタイルだと思うので、ぜひあのもし悩んでる方とかこれがいいなとかいう人はちょっと頼んでみてください。オーダー方法はそんな感じです。そんなに難しくないと思うんで、ぜひ頼んでみてください。バイ。